コジーコットは東アジアから東南アジアの女性のためのソーシャルネットワーキングウェブサイトです。コジーコットは2001年に設立し、2010年には新聞を発行した。コジーコットは2001年11月にシンガポールに拠点を置くポータルサイトとして始まった。そこでメンバーはレビューの投稿、ショッピングやファッションの情報と意見の交換ができた。 オンラインコミュニティの発展に伴い、創設者のニコル・ E はメンバーたちが集まるためのライブイベントを開催し始めた。いくつかの香水ブランドがこのコミュニティの成長に注目し、イベントの開催地を提供することで彼女をサポートしたいと申し出た。その他の商業目的の企画が続き、それをベンチャービジネスに変えるという結論になった。ニコル・ E は2002年に、 ポータル運営会社として、コジーコット株式会社を設立、そして2008年には10万ドルをウェブサイトに投資した。2009年には115%の成長とともに、100万 US ドルを超える収益があった。コミュニティは、シンガポールの女性雑誌の読者層が、オンラインコンテンツに移行するにつれて拡大し続け、毎月50万以上のユニークビジターとともに、ビートファッション、 そしてライフスタイルのためのシンガポール最大のオンラインウーマンコミュニティへと発展した。残りの東、アジア、アメリカ合衆国、オーストラリアとニュージーランドに住むアジア女性たちの中でまでも拡大し、コジーコットはシンガポールを世界に知らしめながらローカルのウェブサイトの一つとなった。2006年以降毎年、ヒットワイズシンガポールオンラインパフォーマンスアワードにおいて、 ファーストウィメンズサイトとしてランキングされている。2009年10月マインドシェアがコジーコットでのオンラインリアリティ番組の開始を発表した。主婦というタイトルのこのショーは会議室にいるのと同じように家のベビールームでも手際が良いということを証明したい男性たちのグループにフォーカスしている。出演者はいろいろな子育ての課題に参加し、ショーを目指す。会社はまた オォーチャードセントラル2000平方フィートの小売店を開いて、コジーコット新聞の発売を開始することで、インターネット以外の活動も展開した。2010年5月、コジーコットは、ウェブの分析と視聴率のために、ニールセンを指名した。コッターと呼ばれる、コジーコットのユーザーたちは、フォーラムや美容製品のレビューで、またスタッフによって開催される、ライブイベントで交流する。 システムによってたまったポイントはメンバーのサポートに対する謝礼に使われる。初期の頃のフォーラムはほとんどがショッピング、ファッション情報や意見の交換に割り当てられていた。そしてそれは家庭と住まい、母親、キャリア、ファイナンス、テクノロジー及びウェディングに及ぶまで拡大した。これらのテーマはチャンネルと呼ばれる。このフォーラムは話題の多様性で注目されている。 いくつかの話題は他のほとんどのフォーラムでは全く見られないものである。使用される主な言語は英語だが投稿は中国語でも行われる。1000以上のコメントと800万のヒットがある美容整形手術についてのコジーコット討論はこのトピックに対する詳しい中国人の意見と彼らの韓国でのコスメティックツアーとして韓国に一方に取り上げられた。コジーコットには 3万5000個以上の製品を扱う製品ライブラリーがあり、メンバーはレビューに利用できる。iPhone のスキャナソフトウェアにより、ユーザーは iPhone のカメラでバーコードを読み込んで、コジーコットのウェブサイトからの製品レビューを読むことができる。コジーコットはワークショップ、フォーカスグループやロードテストなどを通してメンバーがお互いに交流できるようなイベントを主催している。 コジーコットはシティバンクと共同して2008年9月6日と7日にその7年目の記念日を祝ってコズイコホーリーグレールプライベートパーティーを開催した。コジーコットと名付けられた新聞は2010年4月より25ページの無料の月刊誌として20万部発行された。2006年以降コジーコットはヒットアイズシンガポールオンラインパフォーマンスアワードにおいて ファーストウィメンズサイト賞を4年連続受賞している。ありがとうございます。